嬉しいですね。またこの季節、はい、この季節がまたこの季節がやってまいりましたね。本当にね。まあこれから約1時間漫才をね、これはもう地獄のような漫才で、まあ本当に2011年ももう本当ねすぐ終わっちゃいますけども、今年は激動でしたよね。いやまあ本当いろんなことありましたよね。特にほら年末に向けてまたバタバタいろいろありましたね。結構ね、なんさってね、北朝鮮の金正恩総書記長が、ね、亡くなっちゃったりして、びっくりしましたね。喜び組も今や悲しみ組になって、くだらないこと言うんじゃない、そういうこと言うんじゃないんだ。本当にね、大変ですからね。いやいや本当に驚きましたよね。驚きました。私なんか驚き組ですから。うるせえよ。驚き組ってなんだよ。そんな組はねえだろうがよ。いやでも一番驚いてるのは男子首相だと思うんですけど。いやまあ確かにな。いや確かにびっくりした。まさかキム・ジョンイルが自分と同じ年に、いやもう本当ね、死ぬとはもう思ってもみなかったでしょ。1ヶ月も空いてないですからね。ほんとすぐ来ましたからね。今年はもう激動ですよ。いや本当そうですよ。ラディンでカダフィでキム・ジョンイルで男子でしょ。そこに並べんのよ。それは、ね、なんでその並びに入れちゃったんだよ、あの人。英雄がみんな死んじゃった。やっぱ英雄とある意味ね。よくわかんないんですから、ね。まあでもあのね、キム・ジョンイルさんが亡くなった日っていうのは、うん、午前中にあの朝鮮中央テレビの方が正午に重大発表があるって予告してたんですよ。だから中にはもしやって思ってた人もいたんですよね。そうそうそう、黒い交際発覚かなんて引退じゃないかな。いやいや、そうじゃ、引退とかじゃねえだろ。ある意味真っ黒な交際いっぱいやってるだろう。だけども黒ってこともないと思いますけど、まあでもね、あの心配だったのはね、うん、日本の政府のね、政府の対応遅いんですよ。遅いんですよ。だって野田総理なんて今報道で知りましたって言ったんだよ。いいとも見てたら急にニュースになって素人かも。普通の一般人じゃねえかお前。サングラスの人が映ったから。映ってましたそれはね。タモさん太ったなと思って。そうじゃねえだろ。ミーハーか、ミラー分かんだろうがよ。そんなのミラー分かるでしょ。大変ですよあの人も。ねえ、だから野田さんも急遽ね、そのやる予定だった演説を取りやめて緊急会議に入ったんですよ。あの後だから必死でウィキペディアで。なんでウィキペディア調べてんの今更よ。ブログとかチェックしたんだけど。ブログとかやめちまえよそんなの。大変だ、大変だったらしいですから、ね。まあでもね、あの、うん、キム・ジョンイルさんってね、うん、意外なのインターネットが大好きだった。あ、そうなんですよ。あれだけ、アメリカをね、あんだけアメリカ敵対視してた割には、うん、マックユーザーだったんですよ。そうそう。笑っちゃうでしょ、ジョブズは神だっつって。それは言わないし。あのキム・ジョンイルさん、それ言っちゃまずいから、俺にとっては将軍様だっつって。うるせえよ、言うって言ったらしいから。そんなことは言わないでしょうけども。大変ですよ、ね。まあでも本当さっきもありましたけども、うん、ビンラディンも今年ですよ、亡くなった。そうなんですよね。ね、パキスタンで隠れてるとこね、アメリカ軍がまあね、あの射殺したということなんですけども ね、確かにここ数年あんまり見かけませんでしたね、ビンラディン。ついこの間あの人は今に出てた。出てるわけねえだろ。タレントじゃねえんだから。食堂やってます。食堂やってやってるよ。ラディン定食。ラディン定食だよね。いや誰が食うの。元気にやってますなんて言ってたんですけど。いやでもね、あの日っていうのは、うん、パキスタンにやっぱ隠れたんですよ。そうなんですよ、ビンラディンが。で、うん、朝早く、うん、アメリカ軍の特殊部隊が突入した、うん、そう、作戦名が早朝バズーカ。なんでだよ。だからドカーンじゃねえんだから。やるわけねえだろ。びっくりしたそんなさ。びっくりしたすまねえよバカ野郎お前、本当に大変ですよ、ね、さんでもね、うん、すごいびっくりしたのが、うん、その時っていうのが、うん、アメリカ軍が突入してる様子を近所の人が住人ですよ、普通の。これがすごい。ずっとツイッターでつぶやいてたらしいんだよ。すごい時代ですよね。そんな時代ってこんな時代ね。だってそんな時つぶやきます普通。俺でもね。ね。俺だったら叫んじゃいますね。いやそういうことじゃなくて。そういうことじゃなくて。つぶやいてらんないよね。実況してたけど、だからそうじゃなくて。個人の信頼。実況してたってこと。爆発してます。いやいやいや、そうじゃ。すごい時代ですよ。すごい時代です。みんな言っちゃうんだから。ね、だけど。うん、すごい気になってんのが、うん、その時ってね、うん、あのビンラディンっていうのは、うん、その亡くなる前生前に、うんうん、あるメッセージを映像で残してる。そうなんです、我々にね。いや我々にじゃない。全世界に向けて、残してんだ。怖いね。どんな映像なのか、ね、気になるよね。カウントダウン TV をご覧の皆さん、ウソのビンラディンでーす。帰ろうお前。カウントダウン TV は出てこないからね。今日は新曲なんで。そんなやつやねえだろ。気がしますね。言ってんですよね。まあでも本当ね、それこそさっきも話出ましたけども、うん、男子師匠がね、亡くなっちゃいまして。そうなんですよ。残念でした。いや本当残念でしたけどね。まあでもあの後のマスコミの報道のされ方、これ影響がでかかったね。すごい人だった。改めて思いましたよ。次の日のスポーツ新聞、全部一面男子が死んだ、男子が死んだってなったでしょ。で、東スポだけ男子ヒマラヤで生きていた。そんなわけねえだろ。ヒマラヤって大体。なんでヒマラヤにいんだよなわけね。さすがそっぽだなと思いました。まあまあね。でもそのね、うん、男子が死んだってそのあるでしょ。ありました。新聞の見出し。解文ね。はい。これはね、以前から男子さんが自分で言ってたんですよ。うん、俺が死んだ時は上から読んでも下から読んでも男子が死んだって決まりだなって言ってたの。だマカオのオカマみたいな。いやまあまあそうだけど別にそれに例えるですよ。なんか分かるから別に。俺が死んだらマカオのオカマって。なんでだよ。マカオも関係ねえしオカマでもねえしよ。意味が分かんねえだろお前が死んだマカオのオカマってそんなもん。うんねえ、
いろありましたね。でもあの旦さんっていう人はね、いろいろ天才とか、そうです、奇才とか、それが大変でしたね。あとあの破天荒とか不運とか、まあとかいろんな言葉でね形容された人ですよ。あとキングオブポップとかね、それマイケルジャクソン、それマイケルジャクソンね。全然キングオブポップじゃねえだろあの人別に。ポーとは言わねえよ。まあね、でもね、男子ショーツはね、本当なんかすごいやっぱりほら問題発言があったりとか、あったね、破天荒な言動でいろいろ言われたりして、面白かったんだ ね、うん、だけど、ね、一番印象残ってるのは、あの参議院議員時代にね、あのやっぱほら後にクビになる原因となった、あの二日酔いでね、そうそうそう、やってしまったあの記者会見ね、オバマ政権が中川翔一さんですよ、酩酊会見じゃねえかお前。それ違うよ、その質問もう一回いいから、それじゃねえから、それじゃない、打ち返ってきてね、いや、日本一、奥さんがね、奥さんが言ってましたよ、そうやって、その中川翔一言ってました、男子師匠じゃないの、男子師匠じゃないですか、ね、まあね、でも男子師匠って本当にまあもう落語はもちろんですけども、それ以外もいろんなマルチの才能があった人で、マルチでしたね、まあ有名なところで言うとね、やっぱり、はい、あの笑点、あの番組を企画発案も、あと初代の司会者も全部男子師匠ですからね、あのちなみにあのミュージックステーション、あの初代の司会者は関口宏さん、関係ねえじゃねえ今その雑学いらねえだろいや日本一違う違う日本一とかそれ関係ないよくわかんないですよ、神さんもね、神さんはいいじゃんいいです、ね、まあね、あと、まあ今年もいろんな人気者がありました、ね、登場してきましたけど、やっぱり何だって今年一番人気になったのは芦田愛菜ちゃん、芦田愛菜ちゃん ね天才子役、みんなでチヤホヤしやがってね、しやがってほんとに天才かわいいでしょ、私はあれ認めてないですから、あれなんでですか、私は申し訳ないですけど、なんで天才っつうのは認めますよ、でも子役じゃないですか、子役だろうが、どっからどう見ても子役だろうが、ね、あの演技は子役のレベルを超えてますよ、それを天才子役っつうんだよベタ褒めってことで、絶対認めらんないですからね、いや認めてるってことじゃねえかよ、そうですか、ね、大変ですか、まあ、俺歌も大ヒットでしょ、あ、まるまるもっこりってやつ、もっこりじゃねえまるまるもりもりね、何そんなとこ膨らませて福君やめなさい、そういうこと、いや、日本一だよ福君、福君はダメでしょ、痛いけな子供でしょ、福君はもうなんすね、いやいや、でも歌が本当大ヒットしましたよ、そうそう、ロリコンチャートで1位だ、ロリコンチャートロリコンチャート福君ダメでしょ、お前だよ一番ダメ、そんなとこ膨らましてる、膨らましてね、いや、日本すごいわ、本当に大変ですよ、福君もね、福君大変じゃねえよ、別にね、いやだけどね、本当に、あの歌ヒットしたでしょ、ヒットしました、ね、10歳未満の子供が歌った歌で20万枚以上セールスしたっていうのは、うん、山口くんちのつとむくんって昔歌があって、ね、これ以来34年ぶりの快挙なんだって、うん、すごいですよね、10万歳以上の記録は関松が今だそれしかねえだろ、ね、大変です、他にいねえから、そんなバカなこと言ってるやつらは、本当にバカなこと言ってやつらでもさショック受けるわそれもう10万50歳ですね、10万50歳です、いい年ですよ、いい年区切りがいいですよ、よくわかんないけどね、いつが寿命なんだかわかんないからわかんないですからね、大変ですけど、まあね、でも本当にあの歌ね、歌もヒットしましたけど、振り付けがまた流行ったじゃないですか、流行りましたね、まるまるもりもりってね、あれの動画サイトなんて再生回数100万回超えてんだって、何もそこまで見なくても覚えられると思うんだけど、いや一人でじゃねえ累計100万回累計でね、合計そうなったってことですけどもね、本人たちも100万回は踊ってないから、そりゃそうだよね、大変ですよね、でもこれ本当に子役ブームいつまで続くんだろうかね、これ子役ブームね、そのうちだから、ね、写真週刊誌とかにスキャンダルとか撮られるようになって、うん、そのうち子役がそうそう、〇〇ちゃんと〇〇くんがなんか手つないで歩いてた、写真撮られちゃって、写真撮られちゃって、だからちょっとでもなんか微笑ましい光景だね、お互いの事務所が否定したりなんかして、ね、まあ、なんてただの飲み友達、ダメじゃねえよ飲み友達はおかしいだろお前、子供なんだから吹くんじゃねえよねまああとね、今年芸能界やっぱなんつったって AKB48 またすごい活躍でしたよね、最近ってああいう大人数のアイドルグループってやたら増えてるでしょ、いっぱいいますね、しかも世界にどんどん進出してって、今やジャカルタ48とかでしょ、あとモンゴル800とか、それは違うよ昔からいるし、モンゴル800って何なんだあいつら、アイドルグループじゃねえよ別によ、ね、でも人数どん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 増えてる、どんどん増えて、そのうち AKB6500 とかって、多すぎるだろ、すごいよ、6500人はいらないだろ、センター取るの大変だよ、大変だよそれ、お前6500人センター取るのはね、じゃんけん選抜、すごいね、じゃんけん選抜、1週間くらいかかったりなんか付き合い切れませんから、上からマリコだ、下からユージだって、何なんだよ下からユージって、何なんだよ下から